皆さんこんにちは。韓国語講師、キョンア先生の助手、ウォニです。今回の動画では、数を数えるときに使える韓国語をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ところで皆さんは、韓国語に数字の数え方が2つあることをご存知ですか？韓国語には、数字の数え方が固有数詞と漢数詞の2種類があります。では、どのような違いがあるか見てみましょう。まずは固有数詞についてです。하나둘셋넷다섯여섯일곱여덟아홉열これが固有数詞になります。では固有数詞はどんな場面で使うのかというと、主に年齢、字、時間、個数、人数などを表すときに使います。例えば年齢で言えば、한살、두살、세살、네살、다섯살、여섯살、일곱살、여덟살、아홉살、열살。時間で言えば、한시간、두시간、세시간、네시간、다섯시간、여섯시간、일곱시간、여덟시간、아홉시간、열시간。코스で言えば、한개、두개、세개、네개、다섯개、여섯개、일곱개、여덟개、아홉개、열개。ここで気づいた方もいらっしゃると思いますが、花、トゥル、セッ、ネッの固有数詞は、後に単位がつくと、花が、ハン、トゥルが、トゥ、セッが、セ、ネッが、ネに変わると。こういう風に変わるのは、花、トゥル、セッ、ネッのみで、タソッからは変わらないので、注意しておきましょう。次に、漢数詞についてです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これが漢数詞になります。漢数詞は主に年月日、分、秒、温度、番号、金額などを表すときに使います。例えば、年で言えば、1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年。秒で言えば、1초、2초、3초、4초、5초、6초、7초、8초、9초、10초。番号で言えば、1번、2번、3번、4번、5번、6번、7번、8번、9번、10번。漢数詞は後に単位がつく場合でも変わることはありませんので、押さえておきましょう。今日のポイントをまとめると、韓国語の数字の数え方には、固有数詞と漢数詞の2種類がある。固有数詞の後に単位がつく場合は、1から4までは例外的に発音が変化する。先ほども言いましたよね。花が半、トゥルがトゥ、セッがセ、ネッがネに変わると。で、5のタソからは変わらない。で、次のポイントですね。漢数詞の後に単位がつく場合は、発音は変化しない。この3つのポイントがあります。また韓国語の固有数詞と漢数詞の聞き流し動画も投稿しておりますので、しっかり覚えたい方はぜひご覧ください。またこの動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントまでしていただけると嬉しいです。ではまた今度お会いしましょう。